今から番茶を作るところをお見せしたいと思います。今お鍋に、私はやかんではなくてお鍋で番茶を沸かすんですね。お鍋に適当に水を入れて、今火にかけています。そしてこれが番茶ですね。これを、こういうふうに、ティーパックみたいなものに入れてポチャンとこう入れます。で、沸騰してくるまで、しばらく蓋をして、待ちます。今沸騰してきたので火を弱めます。これで弱めて、そうですね、20分ちょいぐらい、このまま弱火で煮出します。はい、今20分ちょっと経った頃です。色もね、きれいに出ていますね。すごくいい香りがしています。番茶のすごく香ばしい香りがしています。では、この番茶を使って、梅しょう番茶を作っていきます。では、今から梅しょう番茶を作っていきたいと思います。これ、梅干しです。梅と食塩だけで作られたような梅がいいです。いろいろね、漬け込んであるやつはおやつのようで美味しいんですけれども、体の調子を整えたい時には、お薬にはならないです。こういうふうに、この梅をですね、お箸で潰します。そして、こうぐちゃぐちゃと潰したところにお醤油を入れます。お醤油も大豆と小麦と食塩だけで作られたシンプルな、お醤油をおすすめします。これを、適当にこのぐらい注いでですね、やっぱりちょっと二日酔いの時などは非常に脱水症状になっていますので、塩気があった方がいいですね。なので、この梅干しの塩分と、お醤油の塩分、梅の酸味などがとっても調子が良くなるんですね。で、これを潰した梅とお醤油をこのように混ぜたものの中に、先ほど沸かした熱い番茶をですね、静かに注ぎ入れます。量はこのぐらいかな。このぐらいですかね。で、これを混ぜて飲むわけなんですけれども、やっぱお醤油にいい菌が入っているので、これをわざわざこれ以上煮立たせたりはしない方がいいです。熱い番茶をこう静かに、お湯飲みとかコップに注いで、飲むという感じですね。はい、これで梅しょう番茶の出来上がりです。